アメリカでね、今最もねホットな話題というのはこれなんですよね。マルドフというですね、まあ、これ元ナスダックの会長なんですけど、日本ではねネズミ講っていう言い方なんですけど、ネズミ講は違うんです。ネズミ講っていうのは会員連れてくると、うん、こう無限にこう連鎖していくってやつでしょ。でね、これはね、英語でポンジスキームとか言うんですけどもね、うん、ネズミ講なんてかっこいいもんじゃないんですよ。要するにその金を集める、でまあデタラメな報告書で、あなたの、ね、ファンドを今これだけまた儲かってますよみたいなことを出し続けると、儲かってるものを売る人もいないから、あんま売る人いなかったわけで、たまに解約するって人がいたらどんどんお金集めてるから、そこから出してたと。で実はほとんど何の投資もしないで、まあこれな、それこそな何年な20年とか30年とかずっと、ただもう彼はすごいファンドマネージャーらしいということで、お金がどんどん集まって、でまあ解約する人がいたらもうどんどん集まるからそこから払えばいいってことで、ね、彼はまあとんでもないあの贅沢な生活をして、でまあそれが名誉がですね、名誉を呼んで彼は一時そのナスダックの会長にまでなったんだけど、実はあのアメリカのロングアイランドなんかのちっちゃなブローカーだったんですね、その株式のね。でまあとにかくそうやってほとんど何の投資もしないで結局ドブに捨てたというか、なくなったお金が、これがポイントですよ、4兆5500億円。で多分解約が今回のことで相次いだんでしょう。で払えなくなったんでしょう。息子がね、ある夜息子を呼んでね、いや、みんな自分をね、こんなもう投資の世界の神様のように言うけどもね、実は全く投資なんかしてないんだと。全部集めたお金を右から左に動かしてただけで、間の上水を作ってこんな贅沢な生活をしてお前ら育てたんだと。で息子が実質的に父親のことをそういう形でまあ通報というかね、したっていうことで、これがバレたと。ただ大変なんですよ、ものすごくね、多くのね、その年金組合とかね、あとそれこそ公共性の非常に高いようなファンドが全部それでなくなっちゃったの、お金が。なんか自殺しちゃった投資アドバイザーもいる、ね、アドバイザーもいると、まあ、彼をいろんな人に勧めたわけ、もう彼は素晴らしいよって言って、っていうのは彼は単にその、まあ、投資家として優れてるだけじゃなくて、もういわゆるこう社会のね、名誉市民的な、だからその人にお金を預けられるっていうのがね、名誉なことでやると、でもしかも売り方もね、なんかもう彼なんかには絶対普通の人はもうお願いできないんだけど、僕はコネクションあるから、なんとか入れてやるよとかって言って、どんどん人を紹介で、それもね、彼が頼んでね、勝手にみんなそうやって紹介するんだって。でそう紹介された人は別の人にやっぱそう紹介するわけ、普通ね、普通の人じゃ絶対入れないね、公募なんかしてないんだけど、僕が話せば彼のあれに入れてあげるよとかって言って、みんながどんどん勝手にね、自主的にそう言って、でそのみんなっていうのがまた地方の名士とかなんですよもう本当にそれでついに4兆まで行ったということでね、これはちょっとまあただの嘘だって言うんだけれども、前代未聞なんですね。これは社会学的にはこのある種そのみんなの期待がどういうふうにして立ち上がったのか、どういうふうにそれが伝聞されたのか、興味深いですよね。そもそもどうしてそういう話になったのか一番最初からそうだったって言ったらそれまでなんだけど、でもまあそれがね、多分やっぱりその市場が異常なずっと右肩上がりで来たっていうね、で多分解約する人が少なかったからだと思うんだけどね、でもね、そこでね、僕はね、これはね、こう手で膝を叩いて、まあ、笑ったというか喜んだのはね、ポール・クルグマンのニューヨークタイムズのね、コラムなんですけどもね、このマードフの問題っていうのが、まあその世界をね、これそれしかもね、これ世界なのよ、投資家が、もうヨーロッパとか日本もなんか野村がいくらとか書いてある、失ったとか損したとか書いてあるんだけどもね、クルグマンの言い方面白い、マードフがなんかその極悪人みたいになってるけど、その辺の全てのファンドは全く実は構造一緒じゃないかと。だから実はみんなが解約するっつったら払えない状況になってるのに、次から次へとお金が入ってくるから、それを回してただけだろうと。でそれがサブプライムで一斉に解約ってなった瞬間に破綻してるんだから、実は程度の差こそあれ、まあこのマルフさんは1円も投資してなかったとしたら、まあこれは見事なんだけどさ、だけどまあ一応投資みたいなことしてるけど、変な話、下手に投資すればもっと損するわけだからさ、ね、結局はマードフはそれ、まあ象徴であるという言い方なんですよね。でこれはね、ああ言えて妙だなと。
結局ずっと右肩上がりだったから集めては回すってことができて、ちょっと落ちた瞬間に全部バレると。全くマルフさんと一緒でしょう。これはなかなか、まあ、ポール・クルマンのノーベル賞ですか。クルマさんのようにでも言うとね、例えば一般の市中銀行も実際皆さんが取り付けをすればいっぺんにアウトになっちゃうわけですよね。でそういうところは資本主義のメカニズムに普遍的に関係する何事かではありますよね。でたまたまそのやや相対的に正当性が高いところに投資をしているのが、つまり貸し付けをしているのが市中銀行で、やや正当性の薄いところに、投資をしているのが、まあ、昔だったら投資銀行だったって話ですよね。ただ市中銀行はさ、融資してるから、解約あったかってすぐに回収はできないけど、はい、投資銀行っていうのはファンドにあの、投資信託とか株とかに買ってるから、まあ、当日に現金化はできなくても解約するって言ったら本当は、まあ、数日内には本当解約できるはずなんですよね。でもなぜか解約すると破綻するでしょ、それは右肩上がりの時も多分そうでしょ、破綻するでしょ。だ結局そのお金どこに消えてるかといえば、多分法外な手数料とか、そのまあ投資あのなんですディーラーとかの法外の報酬に消えてるって言ったらマードフと全く実は同じじゃないかっていうのは、まあまあその通りだなと。確かにね、まあ最初から騙すつもりであったが、騙してるけど騙すつもりじゃないような顔してるかの違いもあるかもしれないけどさ。でもね、この間小畑関さんを呼んでお話を伺ったじゃないですか。小畑関さんがね、有名なのは、ライブドアがですね、その株をさ小さく分割してですね、あの小口で売ったってことがありましたね、株式分割っていうね。で彼はあれを資本主義では普通のことだっていうふうに今肯定したんですよね。まあ、小口に分割をして流動性が上がればリスクが下がって市場価値が上がる、無から価値が生まれる、これは一般にその証券というものの性質なんだと。でなんで株式分割だけをやり玉にするんだっていうふうにね、上げるんだっていうふうに批判をしたんですよね、昔ね。でまあ彼らしいですよね、彼はやっぱ本質を見抜いていらっしゃるわけだけども、その小畑関さん的な観点から言うと、資本主義というものは持っているやっぱり普遍的な性質に関わると考えるほかないですよね。いかがわしいものになっちゃうことなんですよね。いやいや話がね、人々はそう思うから回るだけの話ってことですよね。幻想の上に成り立っているという。